皆さんこんにちは、渡るぎるぎしです。では今回は新ギレンの野望をプレイしていきたいと思います。今まで新ギレンの野望何回かプレイをしてきていると思うんですけども、今回はですね、シャーアズマブル、赤い彗星のシャーディ、シナンジュに乗ってもらおうというふうに思います。シナリオの難易度はベリーハードで進めていきます。でシャアはね、もちろんシナンジュに乗ったことがないと思うんですけども、このね、新ギレン野望の中では歴史介入ポイントを使って、ガンダムユニコーンに出てきていたネオジオンのフルフロンタルが登場していた赤い機体シナンジュ、これをね、シャアに操縦させることができますので、今回はシャア無双ということでシャアにシナンジュに乗ってもらって1年戦争をプレイしていきたいと思います。序盤はですね、割とイベントゲーが進みますので、そのイベントをね、プレイしながら進めていきたいと思います。ではフルフロンタルシナンジュを設定して、このまま歴史介入ポイントを使って1年戦争に登場してもらいたいと思います。ではシャアズナブル編です。宇宙世紀 0079 9月18日開戦より9ヶ月余り、戦局は膠着し、泥沼の戦いが続いていたが、戦略上の価値もない辺境のコロニーで戦いは大きく動き出したのである。シャア少佐率いるジオン軍特務部隊がサイド7で連邦軍の最高機密 V 作戦を発見。攻撃を試みるも、その規格外の性能によって多大な被害を被ってしまう。だがシャア少佐は大気圏内に逃げ込もうとする V 作戦の試作兵器の陽動作戦を反抗。地球方面軍師ダルマザン大佐が支配する復命隊に誘い込むことに成功したのである。したら大陸のガルマ大佐を呼び出す。ようやく分かりましたよ、シャア少佐。我が軍の制圧下の大陸に奥歯を引き寄せる二段構えの作戦。戦いは非常さ、それぐらいのことは考えてない。ガルマ大佐です。よっ、我が赤い彗星。その呼び名は返上しなくちゃならんよ。珍しく弱気じゃないか。敵の V 作戦って聞いたことある。その正体を突き止めたんだ。そのおかげで私はザクを発揮も撃破させられてしまった。そんなにすごいのか。そちらに飛び込みました。君の手柄にする。よし、その心を最初の目的になりますね。ガルマ大佐の部隊と合流。北米大陸は地球方面軍司令ガルマ大佐の勢力圏です。ガルマ大佐の部隊と合流し、連邦軍の V 作戦を阻止してくださいということですね。シャアが実際にシナンジュに乗れるようになるのはですね、一連のイベントが終わって、シャアが独立部隊をね、設立させてもらった後、シナンジュをね、取り寄せて、乗り換えることによってシャアがシナンジュに乗れるようになりますので、しばらくの間はね、このままシナンジュなしで進めていきたいと思います。では画面の方にですね、ホワイトベースターゲットってついてますね。これ3ってついてますけど、これはホワイトベースの中にガンダム、ガンキャノン、ガンタンク3機モビルスーツが搭載されているということですね。で一方ドレンのコムサイの中にはシャアザクが乗ってますので、シャアザクでまず拠点を1つ押さえておきます。この拠点にいるとね、ダメージ回復できますので、拠点にいるっていうのは一つ重要かなと思います。一方コムサイのドレンなんですけど、ホワイトベースに近づくと一撃で死亡しますので、離れて配置しておきましょう。ではしばらくイベントこのまま進めていきます。シャア少佐、ガルマ大佐からの通信です。おう、シャア、お前らしくもないな。連邦軍の船一隻に手こずって言うなよ。
マザビ大佐とお呼びすべきかな。士官学校時代と同じガルマでいい。だが赤い彗星と言われるほどの君が仕留められなかった船とはね。大気圏を突破してきた戦艦であるということをお忘れなく。ジオン十字勲章者であることは保証するよ。ありがとう。これで私を一人前にさせてくれて、姉に対しても私の男を挙げさせようという心遣いを。はい、ガルマ大佐の支援。ガルマ大佐に協力し、北米大陸に侵入した V 作戦の兵器群を迎撃してください。これはまさにホワイトベース、ガンダム、ガンキャノン、ガンタックのことですね。では早速ホワイトベースに攻撃を仕掛けていきましょう。この後出てくると思うんですけども、ホワイトベースだけを撃破、つまりガンダム、ガンキャノン、ガンタックを残してホワイトベースだけを撃破すると、発言力と、さらにガンダム、ガンキャノン、ガンタックを捕獲できて使えるようになるので、今回はねそれを目標にしていきたいと思います。攻撃を仕掛けましょう。その前に特殊能力使って感知、これはニュータイプだけができる能力ですね、確実に敵を索敵するという能力です。これ使って確認します。これでホワイトベース見えるようになります。こんな感じですね。ホワイトベース、ブライトが乗ってます。ではこれに攻撃を仕掛けていきましょう。でさすがにね、ホワイトベースにシャーザクだけで挑んでもなかなか厳しいので、ここはですね発言力を惜しみなく使って、ガウを出撃させていきましょう。さらにドップも使って、ザクも使って出撃させちゃいます。ここはね発言力を使ってでも早めに、木馬、つまりホワイトベースをね撃破する方向に持っていきたいと思います。さあ、ガード目標であるガウに乗ってるガルマがもうダメージ半分以上削られてるので、早めにちょっと仕留めましょう。で一方ガンダム以外のガンキャノンとガンタンクはホワイトベースから降りましたね。これはいい条件ですね。ではホワイトベース撃破に向けてシャアを動かしていきましょう。で先ほど使った発言力をもう一度使って、ここは出撃をさせていきます。ザクですね。でさらにドップも使ってですね、ドップでホワイトベースの行く手を阻みます。でこれはですねゾーンオブコントロールをうまく使ってですね、ホワイトベースが離脱できないように囲んでいきます。シャア少佐、ガルマ大佐からの通信です。ガルマ、手こずっているようだな。なぜあの機密の凄さを教えてくれなかったのだ。言ったさ、ジオン十字勲章者だとな。次のチャンスを狙っているんだろう。あ、抜かりはない。俺も協力するぞ。君の手助けができるのは嬉しいものだ。助かる。私は良いとも思った。水臭いな今さら。V 作戦の新型モビルスーツ捕獲作戦、母艦木馬を撃破してガンダム、ガンキャノン、ガンタンクを捕獲しようという内容です。ではホワイトベースを仕留めていきましょう。撃破を確認しました。
はい、木馬撃破。これにより発言力1万円手に入れています。1万円じゃないですね、1万ポイント手に入れています。木馬を撃破したことでモビルスーツの確保にも成功したようです。ガルマの手柄になるのは釈然としないが、我々の協力があってこその戦果で、悪いことにはならんだろう。さらにガンタンク、ガンキャノン、ガンダム、これを捕獲し、それぞれ発言力5000、まあ、つまり合計1万5000ポイントを手に入れています。さあ、翔さん、やりましたよ。木馬とモビルスーツの反応が完全に消えました。宇宙での苦戦が嘘のようですな。これだけの大部隊で合意した。これで倒せなければただの無能さ。そうだ、どれ、ガルマ大佐の手柄と。独立部隊設立ということで、使用可能コマンドが増えているのと、階級も少佐から中佐、さらに発言力も2万手に入れています。まあ、だいぶ発言力増えましたので、これを使って、指南長で強化していきたいと思います。ではここから本格的なね、シャア指南銃に乗るということでプレイをしていきたいと思います。独立部隊の指揮官として権限増えてますので、まず改造、指南銃改造していきます。燃料の増加は、これは継戦能力を高めてくれます。水力の強化は移動力ですね。どうしても戦術上シャアの乗った指南銃を突出させなきゃいけない場面って出てくると思うので、水力の強化を行います。あと出力の強化はですね、これ指南銃でそれ必要って思われる方いらっしゃると思うんですけど、連邦軍のガンタンク2が硬くてですね、ガンタンク2割と序盤で出てくるんですけど、これに手こずることが多いと思うので、指南銃といえども出力は強化しておきます。
で、要請は、ガウ攻撃空母4機。あとは、モビルスーツは、そうだなぁ。ズゴックができたらズゴックが欲しかったんですが、ここは、ゴックにしますか。ゴックを、何機か、要請しときましょう。ガウ4隻、ゴック4機という配備ですね。で、この後なんですけども、シナンジュを早速輸送していきたいんですが、どこに輸送するかだな。フロンタルは下ろしておきます。攻略目標どこにするかなんですけど、オデッサに下ろしてマドラスっていうのも手だし、カリフォルニアに下ろして太平洋を渡って北京あるいはオーストラリアのトリトン基地とかっていう選択肢もあるだと思うんですが、今回はカリフォルニアに下ろして、太平洋を渡って北京攻略にしましょう。では部隊を移動させていきます。ではさらに改造できますので、ガンダムの走行強化を優先しましょう。ガンダム強機体ですからね、まあ、通常ベリーハードでプレイするときは、強機体をね2機は入れておく必要があると思うんですけど、まあ、残念ながらシナンジュを入れたことによってもうポイントが余っていないっていう状況なので、今回はねガンダムを強化して使っていきたいと思います。で、ポイントが溜まってきたらガウもですね水力強化させておきたいので、ガウの水力強化にも着手したいと思います。シャン、悪い情報だ。 V 作戦のデータを分析した結果、すでに連邦軍はモビルスーツの量産化を開始しているようだ。戦線への投入は時間の問題だろう。迅速に地上を制圧しなければ戦いはより困難なものになるはずだ。地上制圧を一気に進めねばならん。本拠地のジャブロを除く連邦の拠点をできる限り迅速に抑えてくれ。地上制圧作戦開始。シンゲレンの野望ではジャブロにいきなり攻撃を仕掛けるということができない仕様になっていて、連邦軍の各拠点を制圧していくとジャブロー攻略作戦が発動されますので、まずは各拠点をね粛々と制圧していきましょう。ガウが配備されています。ではガウを使って部隊をね、移動させていきましょう。ガウの足とズゴクの足大して変わらないね。こうなるとこんなに必要だったのっていう感じもするけどね。もう突入しちゃいましょう。早々に。シナンジュ、侵入。で、残りの部隊も後追いで侵入していきます。さあ、では北京の方に、出動していきます。まずはシナンジュをうまく使いたいので、シナンジュをね、どこに配備するかですね。で、シナンジュには、シャを乗せちゃいます。ゴックは発進させて、フィッシュアイがいたらフィッシュアイ嫌だからな。とりあえず上から攻めますか。ゴックは発進させて、一機だけね。残りは前に進みます。フィッシュアイを警戒しながら進みますっていうね。なんとも微妙な感じですけどね。で、シナンジュを前に進めながら敵の拠点に迫って、ゴックを盾に使っていきましょう。戦いは。これでガンタンク、6機相手にシナンジュがどれだけ削れるかっていうのをちょっと見ておきましょうか。いや、大して削れないパターンか、これ。6機中、2機、
撃破かな。なんかガンタンクに格闘を交わされてる仕草がちょっと気になりますけどね。ここでどんだけ削ってくれるかだよね、シャアが。ガンタンクが2、ジムストライカーが4だと思います。いや全然当たってないじゃん。ちょっとシャアの指南銃微妙だな、大丈夫かっていう不安があるな。ジムストライカーは無傷だからね。さあもう敵の拠点をねぐるりと取り囲んで絶対に入らせないっていうね、そういう覚悟で臨みましょう。ここで決める。ただね、シナンジュで倒せないケースって出てるからね。よし倒した、大丈夫だね。格闘が入るんでこれで倒せると思います。いやちょっとシナンジュ、ジムストライカー、まあ、ごときという言い方をするとね、あれですけど、倒せないってちょっと微妙だよな。さあ、これでじゃあ制圧します。いや、この、シャア、シナンジュに乗る、前途多難な、そんな予感がしますが、これで制圧完了です。基地中心部の制圧に成功しました。はい、では今回はね、北京攻略ということで、ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。